ジェレミー・ライアン・ハーミーダは、アメリカ合衆国、ジョージア州アトランタ出身のプロ野球選手。右と左打。ダのハーミーダは、ハーミーダ、ハーミーダ等の表記が多いが、NPB での登録名はハーミーダ。アメリカでは、アーミーダないしアーミーダと発音される。父親の指導で4歳にして、左打ちに変え、13歳から、木製バットを使い始めた。また、 元メジャーリーガーのテリー・ハーパーから個人指導を受けるなど幼い頃から英才教育を施される。高校時代はエリック・チャベス以来の高校球界最高の打者としてスカウトから注目された。2002年の MLB ドラフトでフロリダ・マーリンズから1巡目指名され、プロ入り。マイナーでの最初の3年間はわずか16本塁打だった。 2005年の AA 級カロライナマドキャッツ昇格後は18本塁打を放った。また23盗塁を記録するなどスピードも見せつけた。選球眼もよくリーグトップの111支球、出塁率457を記録した。7月にはマイナーリーグ全体のオールスターに出場。AA 級のオールスターでは MVP にも輝いた。 8月31日にメジャーに初昇格。同日のセントルイスカージナルス戦の7回虫満塁で大打出場し、初打席初本塁打を放った。メジャーデビュー戦初打席満塁本塁打は、1898年のビルダグルビー以来107年ぶり史上2人目の陳事だった。2006年は6月に打率、345、1本塁打を記録したが、 故障も重なり99試合の出場に終わる。フロリダ・マーリンズ時代2007年は、前半戦は打率、231、8本塁打を喫するも、後半戦は打率、340、10本塁打、オプス、956を残し9月から3番に定着。ドントレル・ウィリスはその様子について、3番で気持ちよさそうにプレーしている。 入団時の評価が高かったから、周囲は彼に厳しかった。今の彼は再び力を証明しようと決意を秘めているように見える。今後は年間を通して試合に出れば30本塁打は打つんじゃないかなと語った。2008年は7月に7本塁打を放ったものの、5月以降は打率280を超える月はなく低調な成績に終わった。 2009年も前半戦は打率255、10本類打、オプス744に終わり、8月には打率312、2本類打、オプス855を残すものの、故障により9月以降は8試合の出場に終わる。2009年11月5日、ハンター・ジョーンズ、ホセ・アルバレスとのトレードでボストン・レトソックスへ移籍した。 2010年は前半戦打率2175本類打、オプス652に終わり8月31日に解雇される2010年9月3日にオークランドアスレチックスとマイナー契約を結んだ9月7日にメジャーに昇格した2011年1月4日にシンシナティレッツとマイナー契約を結びスプリングトレーニングに招待選手として参加した 4月18日にメジャーに昇格した。2011年8月31日にウェーバー工事を経てサンディエゴパドレスに移籍。12月12日に FA となったが12月19日にパドレスと再契約した。2012年8月29日に放出された。2013年2月5日にクリーブランドインディアンスとマイナー契約を結んだ。11月5日に FA となった。2014年1月25日にミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結んだ。オフに FA となった。12月9日には北海道日本ハムファイターズが獲得を目指していると報じられた。日本ハム時代2014年12月12日に北海道日本ハムファイターズと契約合意したことが発表された。 2015年は50試合の出場にとどまり、打率211、1本塁打、18打点の成績に終わった。11月2日に自由契約工事された。打球を広角に打ち分けるラインドライブヒッターで446フィートの本塁打も記録した長打力と選球眼も持ち味とする。甲府町の波が激しいほか、 メジャー通算で右投手に対しては打率264と得意とするが左投手の変化球に弱く左投手に対しては打率234と苦手とするジェレミー・ハーミッダに関するカテゴリーありがとうございます